皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ドラゴンクエスト5パート14続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の実況からちょっと時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。主人公たちが天空への塔へ登っていくところですね。では、プレイしていきたいと思います。おっと、トロッコですかね。おう、イベントあったんですね。ちょっと、わかりませんでした。どなたか知りませんが、ありがとうございました。うっかり乗ってしまい、かれこれ20年以上は回っていたでしょうが、か。20年以上?いやー、参った参った。あ、申し遅れました。私はプサン。信じられないでしょうが、かつて天空の民だったものです。お見受けしたところ、あなた方も天空の城に向かっていますね。よろしい。私もお供しましょう。人数が多い方が心強いですからね。わっはっは。天空人プサンが仲間に加わった。では参りましょうか。うわおっと、城にたどり着きましたね。わあ、長かった。水浸しですね。いやー、ひどいもんですね。湖に沈んだだけあって、城中水浸しみたいですよ。でも、この城がなぜ天空から落ちてしまったのでしょうか。
やはりここにも誰もいないようですね。あ、そうそう、確か玉座の後ろに秘密の階段があったはずですが。なんと降りる階段を見つけた。おー、なんだこれ。まずは食材を調べた。シルバーオーブが寂しげに輝いている。ややこれは一体、ここにあったはずのゴールドオーブがなくなっているではありませんか。あれ、む、この穴は確か大昔、邪悪なものが復活するときに開けた穴。どうか、ゴールドオーブはこの穴から。そして、オーブ一つでは支えきれずに、やがてこの城も。これで、この城が天より落ち、お、すいません。あ、飛ばしてしまいました。しかし、ゴールドオーブは一体どこに行ったのでしょうか。幸い、この台には、まだ、オーブのオーラがかすかに残っているようです。そのオーラを追って、オーブの行方を瞑想してみましょう。さんは、気を集め始めた。ここは、よかったね。これからは二人幸せに眠り続けるはずよ。でも、ゴーストたちはなんでこの城を荒らしていたのかしら。あら、何かしら、綺麗な宝石ね。お礼よ。ねえ、持って行きましょう。夏は、ゴールドオブを手に入れた。そうですよね。こう、幼少期に手に入れて、でいるはずです。坊や、この素敵な宝石をちょっと見せてくれないか。これはこの国の王子、王様の次に偉いんだ。俺の子分にしてやろうか。懐かしいですね。うわー、あ、ここ見たくない。ゲマ様、このキラーパンサーの子は捨ておきなさい。野に帰ればやがてその魔性を取り戻すはずで、はず。ん？待ちなさい。この子供は不思議な宝石を持っていますね。ゲマは夏からゴールドオーブを手に取る。ふざかれたような気が。この宝石はもしや、どちらにしろこうしておくとしましょう。
エマはゴールドオーブを握りしめ強く念じた。なんとゴールドオーブは粉々に砕け散った。ほっ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 、さあ行きましょう。なんということでしょう。オーブはすでに壊されていたようです。もはやこの城は二度と天空には、いや、ちょっと待ってください。確か伝説では二つのオーブは妖精たちの、祖先が作ったと言われています。妖精の王女に頼めばまた作ってくれるかもしれませんね。世界のどこかに妖精の村に通じる森があると聞いたことがあります。私はここで待っています。頼みましたよ、夏。ここはラインハットのお城。は、確かヘンリー様のお友達のナツ様。どうぞお通りください。戦友に会いに行きましょう。ここはヘンリー様と奥様のお部屋、無用のものは。あ、あなた様は。さあどうかお通りください。うん、誰だお前は。こら、コリンズ、お客様に向かってお前とはなんだ。なんと子供が生まれています。いや申し訳ない、私の息子が失礼を。ん、あ、よー、夏、夏じゃないか、待ってたんだよ。お前がグランバニアに無事戻ったって聞いて本当に嬉しかったんだぜ。夏、大変だったな。まったくお前は苦労ばっかりするやつだよ。私もそう思います。でもまあこうしてまた会えて嬉しいぜ。あ、そうそう、俺子供ができたんだよ。軽い軽い、息子のコリンズだ。ほら、ちゃんと挨拶しないか、ポカリ。あ、いて。あ、はじめまして。いやー、悪い悪い、どうもわんぱくでさ。ヘンリー、あなたに似たんじゃないの。ところで、夏にも子供がいるんだろう。ん、おー、その子か。へえ、やっぱり昔のお前に似てるな。あ、そうだ、子供は子供同士、コリンズに城の中を案内させよう。コリンズ、城の中をいろいろ見せてあげなさい。はーい。やれやれ、うるさいのがいなくてほっとしたよ。まああなたったら、本当はコリンズが可愛くて可愛くて仕方ないのに。わっはっは、それを言うなよマリア。まったくコリンズは誰に似たんだか、俺の小さい頃はもっとおとなしかったもんだかな。え、夏さんは今でも大変な旅を続けているのですね。あなたならきっと世界を平和に導ける、そんな気がしますわ。お父さん、コリンズくんがいなくなっちゃった。え、古文の印を取ってこいって言うから、宝箱を開けてたらそのうちにどこかに行っちゃって。ねえ、お父さんも一緒に探してみて。ああ、わかりました。あ、こんなところに階段が。お父さんすごーい、よく知ってるね。そりゃあもう何回もお世話になりましたよ。なんだ、もう階段を見つけてしまったのか。ふん、つまらないやつだな。しかし、古文の印は見つからなかっただろう。古文にはしてやれないな。ん？
ホリンズ王子、またこんなところでいたずらをして。なんだよ、痛い、いいじゃないか。またお父様に叱られますぞ。さあさあ。大臣、お世話係なんですね。ほっこりしたイベントが見れました。私はコリンズ様好きよ。だって優しいもん。わっ。ああ、びっくりした。てっきりコリンズ王子だと。人がネズミ嫌いなのを知ってて頭にネズミを乗せるんだよ。参るよな。前はカエルだったですね。コリンズ王子のいたずらにはヘンリー様も手を焼いてるみたいだね。はい、私行く順番を間違えておりました。大変申し訳ございません。今から迷いの森へ行きたいと思います。ありました。ここですね。ここは妖精の村に通じていると言われている迷いの森だ。しかし普通の人間じゃこの森を抜けることはできねえみたいだぜ。もっとも妖精の姿を見ることができるなら話は別だけどよ。私もね、子供の時は妖精の姿を見たことがあったんだけどね。あれ、父さん、焚き火のところに誰かいるよ。え、いや、待って、君は誰なの。え、あなたには私の姿が見えるの。うん。ふーん、で、私に何か用かしら。僕たち妖精の村に行きたいんだけど。わかったわ。悪い人じゃなさそうだし、案内してあげる。こっちよ。父さん、こっちだって。ついてきて。
待って、一人にしないで。あ、懐かしい。確か合ってますかね。確かこの前人間が来たのは20年ぐらい前じゃったな。なんと、お前さんがあの時の子供か。大きくなったのー。わ、人間だ。人間がこの村に来るなんて随分久しぶりだな。ありましょう。ここはポアン様が治める妖精の村よ。え、ゴールドオーブを？それならポアン様に聞けばいいと思うわ。行きましょうか。まあ、もしかして、夏？なんて懐かしいんでしょう。あの時は本当に世話になりましたね。それで今日は私に何か用なのですか？はい。夏は事情を話した。どうですか？どうやら約束を果たす時が来たようですね。夏、このホルンを持って行きなさい。私たち、妖精国の女王がきっと力になってくれるでしょう。夏は妖精のホルンを手に入れた。神の城が再び天に昇り、世界が平和になることを私たちも祈っていますわ。お、ベラだ。懐かしい。夏だってこと、私にはすぐに分かったわ。本当に久しぶりね、夏。妖精国の女王様に会う方法は下の階にいるルナが教えてくれるはずよ。頑張ってね、夏。妖精の城は普通の人間に見ることはできません。しかし、妖精のホルンを吹けばあなた方にも見つける、すいません。見つけることができるでしょう。山々に囲まれた深き森。その森の湖の真ん中でホルンをお吹きなさい。ですかね。妖精の城、たどり着きました。ようこそ妖精のお城に。
ナツさんはエルヘブンの血を引いてましたね。二人の間に伝説の勇者が生まれたのは天のご意志だったのでしょう。知ってるかもしれないけど、ビアンカさんは伝説の勇者の子孫なのよ。どうかまず女王様にお会いになりますように。よくぞ参られました。話はすでにポアンから聞いております。確かに天空の城にあった二つのオーブは私たち妖精の祖先が作ったものです。しかしもはや私たちには同じものを作ることはできません。これをご覧なさい。女王は光るオーブを取り出した。実は作ろうとしたのです。しかし形は似ていますが、このオーブには天空の城を浮上させるほどの魔力はどうしてもないのでした。でも夏、あなたならできるかもしれません。このオーブを夏に差し上げましょう。夏は光るオーブを手に入れた。私たち妖精には時の流れを変える力はありません。でも夏にはできるかもしれないのです。さあ、お行きなさい。伝説の勇者様がついに誕生したことは私たちも知っておりました。どうかテト様に神の祝福がありますように。私は世界の歴史をすべて記憶しておるのじゃ。ここにあるものは私たち妖精の宝物です。しかし世界の平和には変えられません。どうかお持ちくださいませ。イカズチの杖。おお、いいものを見つけましたね。プリンセスローブ。ヒルちゃんが装備できそうですね。この絵は伝説の勇者様の誕生を祝って描かれたものですわ。この絵は心を映し出す不思議な絵。あなたを思い出の場所に運んでくれるでしょう。さあ、絵の前に立ち心を開くのです。おっと。お、サンタローズ？うん、誰かは知らんが、私に何か用かな？はい。なんだって、お主が私の息子？はい。わっはっは。私の子供は後にも先にも夏一人だけだ。信じてもらえなかった。他に何か用でもあるのかな？はい。ふんふん。では、ラインハットには行くなというのか？私がラインハット城に呼ばれているとよく知っていたな。わかった。お主は預言者だろう。悪いが、私は預言なの信じぬことにしているのだ。しかし、私の妻に似た目をした人よ。お主の忠告だけは気に留めておこう。さあ、もういいだろう。私は忙しいのだ。向こうに行ってくれないか？ああ、はいはい。預言を伝えようとしたいんですね。さっきのことを、見通してるので。どこかでお会いしたことがありましたっけ。ああ、旦那様のお知り合いの方ですね。旦那様なら上にいらっしゃいますよ。はい、では時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。